ルイ2世、ルイ2世は、カロリング朝の西フランク国王、キツオン王と呼ばれる。シャルル2世とオルデアンハクウードの娘エルマントルドの息子。877年10月、不王の死を受けて王位につき、同年12月8日に、ランス大司教ヒンクマールにより、退官された。翌878年末、教皇ヨーハネス8世は、教会会議の召集を求め、 ローマからフランスに向かった。教皇はそこで、ルイ2世に皇帝位を与えるつもりであったという。しかし、教皇がプロヴァンスに着いたとき、すでにルイ2世は重病であった。結局、皇帝位に着くことなく、父の没後わずか2年足らずで、コンピエーニュで死去した。遺体は、コンピエーニュのサンコルネイユ修道院に埋葬された。彼の死後、王国は、 ルイ三世とカルロマンの間で相続争いが起こったが、結局、二人の息子が共に王位につき、分割統治することになった。しかし、皇帝位は881年に、東フランク王カール三世が獲得した。また、ルイ二世の死後、プロヴァンスでは、ボソが独立を宣言し、プロヴァンス王となった。最初の妻アンスガルドとの間に共に、西フランク王となる二難を設けた。 アンスガルドとは後に婚姻を解消した。二番目の妻アデライードとの間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。